問4です。分子結晶の性質についてのベタ文として正しいものを選びなさいということです。分子結晶、分子からなる結晶。代表的なのはね、このドライアイスみたいなのを考えればいいです。で、ドライアイスというのは CO2 ですが、CO2 自体は C に O が2つ。この部分は共有結合なんだ。共有結合ね。この部分は共有結合なんだけど、ドライアイスって CO2 分子が、そう、これが一塊で、たくさん結びついている。それが、分子結晶の性質です。で、このような、なんで鉱物は分子間力によって作りますが、この共有結合に比べれば弱いですよね。共有結合、例えば共有結合の結晶っていうのを考えると、ダイヤモンドなんかはそう。ダイヤモンドは C が4本足なんで、これが立体的にこう繋がってるんだ。ダイヤモンドの場合は。まあ、うまく書けないけど。だから結びつきがすごい強いです。ダイヤモンドが硬いというのはそういうところになりますよね。だから共有結合の結晶が、共有結合が一番強い。だから共有結合の結晶が一番硬いし、で、融点も高いです。そう、結びつきが強いってことは、硬いし、融点が、溶けにくいってこと。で、結晶の強さ、結合の強さで言うと、これは、だこういう形だよね。だから、ダイヤモンドとか、絶対結合強いよね。で、この、ここを離すの大変だよね。これ、CO2 の中では共有結合がある。けど、その部分は強いですよね。だ共有結合が一番結合としては強くて。あと、イオン結晶。イオン結合も出てきますが、これは金属イオン、Na+ と Cl-、非金属イオンなどが、電気的に結びつくものなので、これもかなり結合としては強いです。で、次はイオン結合になって、それに比べると、この分子結晶を作る分子間力はかなり弱いです。弱い結合。で、ドライアイスなんかさ、脆そうだよね。そのイメージで大丈夫ですよ。なので、イオン結晶の方が融点が高いし、共有結合の結晶の方が硬いし、で、分子同士は分子間力で繋がってます。で、ドライアイスのように、そう、ドライアイス、消化しやすい。液体を経ずにドライアイスは二酸化炭素に変化しますよね。なので、これが正解になります。で、融解する電気をよく通すようになる。これはイオン結合による結晶。塩化ナトリウムとかも、塩のことだよ。それも溶かすと、Na+ Cl- に分かれるので、これが導線の代わりになって電気を流すようになります。はい。では、第3問は以上になります。